まさか。ああ、見間違えたりしねえ。あいつは。死骸だよね。イグニス、帝国の奴らは死骸も使えるのか。いくら帝国でも死骸まで持ち出すのはおかしいぞ。このヘビ野郎、まさかまた会うとは思わなかったぜ。あの時のことも帝国の仕業だったってことか。一旦引くぞ。レギス様でも手こずられた相手だ。今のお前では。うっせえんだよ。あの時とは違う。ホタル、綺麗だったな。カゴ持ってくればよかった。お話しされるのが何よりのお土産ですよ、ノクティス様。陛下も来られるとよかったのですが。いいよ別に。お、なんだ。大変。確認してくる。待て。違い、なぜ死骸がここに。障壁が破られたのか。ノクティス様を守れ。レギス様、ノクトは、ノクト、ノクト、ノクト。ノクト、無事か。逃げ
よ。邪魔すんな。俺が倒す。ノクト。頭冷えたわ。まだ肩はついていない。俺だってやるときはやるよ。いけるかノクト。当然行くぞノクト。ヘビらしくなってきたじゃねえか。イギリス、やったか。やった、やったー。ノクト、お父さん。ノクト、父さんが守ってやるからな。親父。ねえ、オルティシエに着いたら俺たちどうするの？さあな、何にせよ帝国はぶっ潰す。ああ、ルシスをこのままにはさせない。勝てるのかな、俺たち4人で。降りたっていいんだぞ。俺たちはこれが務めだが、お前は自由なんだ。今さらそんなこと言わないよ。俺だってムカついたからな。奪われてムカついたから取り戻す。そんだけだ。そうだな。立場は関係ねえ。怖くないと言えば嘘になるけど、取り戻さなきゃ。うん、取り戻そう。
ああオルティシエ楽しみだな。ルナ・フレーナ様に会うことしか考えてねえだろ。俺としか会わないかもな。え、会えるって言ったのに。そうだっけ。あーひって、絶対会わせてよね、ノクト。ね、ノクトってば。うるせえぞ、プロンプト。動くな、ハンドルが取られる。ああ、ねえ、見よう。